今回購入したのはクリエイティブインスパイアシリーズ T3130 という 2.1 チャンネルスピーカーです。商品名の読み方が間違っていたらすみません。私はこれを自分の部屋に置くスピーカーとして購入しました。というのも私はラジオが大好きで、こちらのオリンパスのポケットラジオサーバーで私はラジオを録音して日々聞いています。使用するのは PC につないでではなく、ポケットラジオサーバーや iPod、iPhone につないで音楽を楽しんだりラジオを楽しんだりするために購入しました。入っていたのはクイックスタートガイドや、保証書などです。開封しました。中に入っていたのは先ほどの保証書とあとこちらのサブウーファーとこの2つのスピーカーですね。スピーカーをまず開けて全体的に見たところ、サブウーファーの上部と前面のところに傷のようなものをちょっと見つけてしまいました。安いとはいえやはり商品に傷がついているのは気になります。実際にスピーカーを設置してみました。傷は気になったんですけど最後まで使い切るだろうと考えて、このまま使用することにしました。左右のスピーカーが 5W それぞれ 5W でサブウーファーが 15W ということで合計 25W となってます。こちらのコントローラーで、電源をつけたりボリュームを調節します。ベースの方はサブウーファーの後ろにあるつまみで調節をします。実際に使用してみた感想としては、音はあまり大きくないです。それとですね音質としては、私は十分満足です。特にすごく悪かったりこもってるわけではないので十分満足できるものですね。見た目はチープな印象がある方もいると思いますが私は特に気にならないです。今回も Amazon で買い物をしました。少し傷だったりちょっと気に入らない点もあったりはしたんですけど、今後はこのようなことがないことを祈ってます。これからも買い物を続けたいので、家電量販店でも価格は同じだったので、ポイント還元を入れると同じ価格だったのでどちらで購入してもいいと思います。ただ少し重さがあるのでAmazon で買った方が楽は楽だと思います。以上クリエイティブ 2.1 チャンネルスピーカー T3130 の紹介でした。